これで行動報告書すべてです。局長のサインをもらったらファイリングしに行きますね。ナイチンゲール副官なら外出勤務に向かいました。出発前、局長がどっか行かずに真面目に働いているかちゃんと見張るように言われています。あ、目をそらした。局長、動揺しましたよね。局長、正体不明のコンビクトが MBCC に到着しました。いえ、その相手は逮捕対象ではなく、上級機関により直接護送されてきた権限の高い方なのです。通達によると彼女に枷をかける必要はありません。対象は取調室に向かっています。局長に会いたいとのことです。本来ならもっと早くに会うべきだった。私も管科官のパーティーに行ったのだが、君に話しかけるチャンスがなくてね。あの洋服は似合っていて素晴らしかったよ。お久しぶり、親愛なる局長。聞いたよ。あの管理局の暴動を経て君はほとんどの記憶を失ったと。きっと私のことは覚えていないだろう。それならもう一度自己紹介しよう。私はシャローム。依頼を受けて MBCC と局長の状況を確認しに来た。君の力になれるかもしれない。これからしばらく厄介になるよ。ああ、昔 MBCC で会い、関わりを持ったこともある。君にはいい印象を抱いたから、友人と言えるだろう。少なくとも、私はそう思っているよ。少し驚いているように見えるね。そうだな。私の一方的な考えとして受け止めてもらっても構わない。友情とは互いの記憶と感情で支えられるものだからね。あの美しい思い出は私の心の中に留めておくよ。私のことは新しい同僚と思ってくれてもいい。君ともう一度知り合うことができて嬉しく思うよ。疑問があるなら何でも聞きたまえ。これが規定外の取り調べを私が申請した目的だ。
せっかく再会できたのに、君にそんな緊張した不安そうな表情をさせたくはない。国籍エイといってブラックリング研究所の最新の発明だ。私には一人で戦い自分を守る力がないから、上層部は護衛、通信、データ収集および分析の仕事をするためにこれを用意してくれた。 MBCC のコンビクトに対する上昇素材は私に効果はないが、この子に共有すると分析と計算によって戦闘効率を上げ、みんなを守ることができるようになる。頼れる仲間だ。上帝と君はあまりいい関係とは言えないようだ。見ていてわかるよ。君に隠し事をしたくはない。そうだ、上帝はずっと君を注目している。特にこの二度のブラックリング事件での活躍をね。素直に嫌いだと言えばいい。君は率直な人だ。私に本音を隠す必要はない。大衆の間違った妄想はさておき、確かに上帝は人に好かれていない。彼らもそれをよく知っている。ここで君の残業仲間たちから彼らに対する上帝の人間の態度を表すのにぴったりの言葉を覚えた。知ったこっちゃない。今の君の権限ではその実態を教えるわけにはいかないが、上帝の立場を隠す必要はない。最悪の中で人類文明を存続させる方法を探すのが上帝唯一の目的だ。設立当初から今に至るまでね。それが彼らの唯一の立場で、そのためなら全てを投げ捨てても構わない。この世界のいかなるものも彼らを惑わすことはできない。入り組んだ現実問題を単純化するために彼らは人の心を捨てたとも言える。そのため冷酷に振る舞っていると思われても仕方がない。彼らより FAC の方が
ずっと人々に歓迎されているだろうね。彼らの君へ対する観察でもあるが、君に会いたいという私のわがままでもある。上帝は君のこれまでの努力を認めた。彼らは君を必要としていて、それを伝えたいと思っている。もちろん信頼を取り戻せるほど親しみを持たれていないこともよく知っている。それで特別に私が来るのを許可してくれたのだよ。過去に交流があったことを知っているから、私から挨拶をした方がいい結果になると考えたのかもしれないね。個人的な感情は抜きにして、公務という側面から言うと、どのような勢力も己の立場を持っているが、それが人で構成されている限り、必ず異なる見方や見解が生まれる。君は強い未知の力を持っている。どの組織にも君を恐れたり憎んだり、あるいは欲しがる者がいる。その強弱により、人々の君に対する見方もまた変わるだろう。だからこそ、己の信念を明確にし、目を見開いて全ての情報を受け取るべきだろう。自分が利用できる、信用できる力を自分自身で見定めるんだ。少なくとも君たちは大きな立場では対立していない。君が私欲のために共同の力を利用していない以上は、上帝の敵ではない。両者は共に歩んでいける道がある。私はそうなることを望んでいる。君に会いたいという個人的な思いからだ。君の冒険について教えてくれないか。君が目覚めてから2ヶ月が経った。さまざまな場所に行き、多くの人に出会ったと聞いたよ。以前よりも元気になり、そして少し太ったようだね。君は尊敬されていると、ここの人はみんな言う。友人も多くできただろう。嬉しいことも煩わしいことも、得したことも心配事も、すべて教えてくれたまえ。何しろ久しぶりだからね。どうしているのか気になっている。謙遜が過ぎないか。報告書を見る限り、君の成績はまあまあでまとめられるものじゃないだろう。もうじらさないでくれ。楽しみにしていたんだ。教えてくれ。
そうだな。報告書には簡単に書かれているが、実際に経験したことは数ページでまとめられるものではない。今は君にとって目覚めた後の世界はまだ恐ろしいか。でも君はそれを乗り越えて今の立場を築いた。この管理局が君の砦だ。君は安全を手にしてより多くの人を守ることができるようになった。コンビクトたちは皆君から力を授かり、君のおかげで救われた者も大勢いる。皆が君を信頼しているのがわかる。これが君の最大の成果だ。君に会う機会は多くはなかったから、君のすべての行動を推測することは不可能だ。むしろ君に会うたびに思いがけない行動を見させられたよ。今年ここで初めて君と出会った。まだ記憶喪失にはなっていなかった。その時の君は素直で、何かあったらすぐ顔に出て、頑固で後先を考えない人だった。長く滞在したわけではなかったが、君の行動が管理局の人を悩ませているのを何度も目撃したよ。二度目に会ったのは先月、感化館だった。あれは不意の出会いだった。君が清掃しているのを見て、任務のために偽装しているとわかり、邪魔しないようにしたが、君が予想外の人物に話しかけられているのを見たよ。あのコンビクトは君を挑発して、計画を邪魔した。昔の君なら激怒しただろうが、その時の君は怒りを抑え、うまく対処すると同時に相手を追い詰めた。そして三度目は今だ。君は私の話を聞いて本心を告白することで、私の信頼を勝ち取りながら、さりげなく私に鎌をかけて、自分がまだ思い出せない過去を知ろうとしているね。誤解しないでくれたまえ。君を責めているわけではない。むしろほっとしたんだ。君が目覚めた世界はあまりにも複雑だ。冷たい報告書越しに君の一挙一動が人を心配させる。君を見守ることができず、一人で心配するしかなかった。今君に会えて安心したよ。
君はどんどん成長し、穏やかに思慮深くなっている。少なくとも今後は容易に任されることはないだろう。一番重要なのは、君は大きく変わったのに変わっていないものもあるということだ。私たちは以前にもこうして手を握ったことがある。あの時の感触も、あの時の君も全部覚えている。君は相変わらず固くなな人で、自分の信念を貫くためには手段を選ばず、簡単には負けを認めない。そうした反逆的な意志を私は好ましいと思っているよ。そうだ、君の質問に戻ろう。君は昔の自分なら今よりうまくできるかと聞いたが、私の答えはノーだ。君はずっと前に進み続けている。記憶を失おうとも、君は一歩一歩前進している。今いる自分の立ち位置がベストの場所だ。だが軽々しく称賛するわけにもいかない。なぜなら君が経験した苦しみと失ったものは本物だからね。私も自分のことのように感じるよ。今日はこの手袋を外して君に触れることは許されない。私たちにはそれぞれ超えられない立場があるが、君は私の気持ちを感じることができると思う。私たちはいつか何かを失ってしまう。それでも前に進む限り、君が思いを寄せる人たちや気にかけていることは最後の目的地、青色をした花の海で必ず再会できる。君が忘れてしまったことは挽回することも追想することもできないが、心配しなくていい。たとえ少しだけでも君に代わって覚えていてあげよう。あなたが直接ここに来るとは思いませんでした。局長の承認が必要な緊急の書類があるのですが、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。言ってあげたまえ。副官は急いでいるようだ。彼女に君を返そう。これからも時間はたくさんあるからね。ご理解ありがとうございます。局長、ついてきてください。お願いします。彼女にカセをかけましたか？そうですか。申し訳ありません。
私が過剰に反応しすぎたようです。確かに彼女は重要人物です。とにかく何としても無事に今回の審査に通らなければなりません。他には何も聞かないでください。お願いします。以前の管理局の資料ならすべてこの本棚に置きました。長い間掃除をしていなかったから少し散らかっていますね。ああ、昔 MBCC で会い、関わりを持ったこともある。君にはいい印象を抱いたから、友人と言えるだろう。少なくとも、私はそう思っているよ。他の資料ですかね。ここにはさらに権限の高い内容が保存されています。全部管理局にまつわる伝説級のものですよ。暴動の後、局内のセキュリティレベルが上がり、その資料はおそらく完全にロックされたのでしょう。私の権限では見られません。もっと前の資料なら私もあまり詳しくないです。まだ入職していないですからね。あれ、そういえば入職して局長に会ってからまだ数ヶ月しか経っていないような。その前の局長は何をしていたんでしょう。今年ここで初めて君と出会った。まだ記憶喪失にはなっていなかった。その時の君は素直で、何かあったらすぐ顔に出て、頑固で後先を考えない人だった。